こんにちは。新州読書会の宮沢です。歌詞451度の続きの解説をしていきます。メルマガ登録を募集しております。よろしければ登録ください。読書会にご参加できます。えー、あとメンバーシップに登録していただきますと、えー、過去の雑談コンテンツなどをお聞きになれます。えー、第3部、明るく燃えてを、あらすじをざっと紹介していきます。 えー、第2部の最後でですね、自分の家に本があるということで、えー、自分の家に出動することになりまして、えー、ベイティに言われまして、まあこれはミルドレッドが自分で通報したんですね。まあ夫が本を持ってるってことで。まあその前にあの、ミセス・フェルペスも通報してきたということで、えー、ベイティに命令されてモンターグは自分の家を焼くことになります。で、 えー、お前一人でこの家を焼けと言われて、まあ、ケロシンという石油をまいて、焼くハメになります。で、焼き終わった後ですね、あと、焼き終わったらお前を逮捕するって言われてたんですけども、えー、まあ、ミルトレッドはま、どっかに行っちゃって、逃げてどっか行っちゃったんですけども、焼き終わった後、えー、殴られるんですね、ベイティに。そしたら耳から、あの、フェーバーにもらった通信機が落ちて、それを拾われて、 これがフェイバーと繋がってる通信機だってバレちゃうんですね。誰かと喋ってると思ったら、えー、こんなもん持ってたのかって言われまして、で、今度はベイティがつ、ベイティがフェイバーを捕まえてしまうという危険性が出たんで、な、まあ、彼を守るために、ベイティを消火器で、火炎放射器で焼き殺すんですね。彼を守るために。そして同僚二人を殴り倒して、 えー、襲いかかってきた猟犬ですね。猟犬っていう、その、匂いを探知して、麻酔剤を持って追いかけてくる、ボストンダイナミクスちゃんの犬みたいな、アンドロイド。これも、火炎放射器で焼いて、えー、で、逃げ出し、逃げ出します。で、ヘリコプターや猟犬にですね、追われて、全国に中継されて、指名手配犯として、ヘリコプターで追われながら、あのー、メディアで、 報道されるるといいう目に遭いまして、えー、一生懸命逃げるんで、すねで。行くところがもうフェーバーの家しかないんで,で、しかしフェーバーの家にかくまってもらうわけにいかないわけですけども、とにかく行くところがフェーバーの家しかないんで、とにかくあのフェーバーの家に向かって走っていくんですね。まあ、一回足をね、その、猟犬の、なんかプロカインというので刺されて麻痺するんですけども、時間が経ったら感覚が戻ってきて、 えー、なんとか、あに、あの、走ります。そして、えー、フェーバー教授に会ったんですね。で、まあ、自分が隊長、ベイティを殺したこと、など、まあ、あと、まあ、密告されて家を焼くはめになったこと、そういうことを説明して、で、 まあでも、フェーバー喜ぶんですね、えー。220ページです。私は何十年ぶりかで生きてる実感を味わってるよ。ずっと昔にやらねばならなかったことが今やっとできてる気分だ。ここしばらく恐怖も感じない。おそらくそれはついに正しいことができてるからだ。向こう水なことをしてからこっち、君に臆病者と思われたくない気持ちが強くなったからだ。これからは何もかもさらけ出してもっと過激なことをせねば、と思っておる。って言って。で、とにかく、まあ逃げると、川を目指して逃げれば、 221ページ。渡り労働者のキャンプ地、奉望キャンプってのあるって言うんですね。これはあの、猪狩の葡萄に出てきたね。奉望キャンプってのありますよね。あの、ジョ、ジョド、トムジョードでしたっけトムジョード一家が、あの、この渡り労働者のキャンプ、野営地に、あの、共同生活しながらこう、カリフォルニア目指してね、オクラホマから、あの、ずっと移動していく、猪狩の葡萄っていう、 小説があるんですけど、私も読書会で扱って読んで、こんな素晴らしい作品があるんだとびっくりしましたけども、えー、渡り労働者のキャンプ地があるから、国中に、そこのキャンプ地には別に労働者がいるわけじゃないんですよ。もう、ハーバードとか、有名 IB リーグで学位を取った人たちがみんな今ね、えー、相当数、そういう方々キャンプに、あの、失職しているんですよ。で、こういう人たちに、ま、混ざれば、えー、なんとか逃げられるから、 一時ね、そこで潜伏しろって言われて、で、えー、フェーバーのキフルした服ですね。匂いで追いかけてくんだよ、猟犬がね。で、キフルした服とウイスキーをもらって、えー、また出発します。そして、まあ、川沿いに、川の中に入ってですね、川を下ってくんですけども、それでもかなり執要に猟犬が追いかけてきて、で、ある線路に、 伝うんですね線路を伝ってどん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 逃げるんですね。えー、ということになります。そして、えー、いよいよですね、あのー、線路の向こうに、ほうぼうたちと会うんですね、そのグレンジャーっていうインテリがいまして、そのインテリ5人ぐらいのインテリとですね元大学教授みたいな人たちと野営してるのに出会いまして、彼らにかくまってもらうことになります。 で、かくまってもらう間にですね、もう、猟犬たちは、あのー、完全に、モンターグを、あれなんですよ。見失ったんですね。見失ったんで、追跡してる手前ですね、えー、捕まえた手にしなきゃいけないので、全く、関係ない市民を捕まえて、 いこの一件を終わらせるために追跡駅を何といっても3000人ぐらいが同時視聴でですねこの追跡駅をなんか見てるわけですテレビで,でこれは246ページに書いてありますグレンジャーが持っていたポータブルテレビを見てたら、えー、追跡は市の北部で依然として継続中です警察のヘリコプターが87番地及びヘルムグローブパーク上空に集結しつつありますグレンジャーうなずいたこれはやらせだ 君は川で彼らを巻いた。彼らとしてはそれを認めるわけにいかないんだ。そ,それに観客,が長い観客を長いこと引きつけておくのは難しいことも承知している、えー。ショーにはビシッと決まるエンディングが欠かせないからな。川を探し始めたら一晩中かかる。そこでこの一件を鮮やかに終わらせるために身代わりの匂いを追いかけているというわけだ。見ていってごらん。あと5分でモンターグを捕まえるぞ。で全く関係ない人がですね、テレビにあの捕まって、えー、両犬に囲まれて、 で、えー、まあ、彼が叫びながら猟犬に襲われるシーンがテレビに映るんですね。えー、で、捜索は終了しました。モンターグは死亡。それが社会に対する犯罪の当然の報いですと。ということで、中継は終わるんですよ。ということは当局はもう見失ったもんですから、まあ、冤罪で他のやつ、その場で、 あ、の、まあ、殺害して終わりみたいなことになります。まあ、これはこ、ね、ここで裁判なんかやってらんないですから、まあ、今日もありそうな話です。今日感があれば、その場で射殺してね、中継して射殺するみたいなこと、今もありますよね。という形です。えー、で、グレンジャーがスイッチを切った。男の顔ははっきり映らなかっただろう。もしあれが君だとしても、例えば親友でも、確かに君だとは言い切れまい。慌ただしく畳みかけて、あとは想像に任せるという手法だ。そったれめ。 ということですね。で、グレンジャーが一緒に野営してる人たちを紹介します。まあ、トーマス・ハーディーの講座を受け持ってる人、オルテガ・イーカゼ、大衆の反逆の <laughs> 著者ですね。専門家や、えーまあ、牧師、そういう人たちと、まあ、一緒に暮らしてて、えーで、彼らと潜伏生活をしばらくすることなんですけども、 えー、その間に核戦争が起こるんですね。核を都市で撃ち合って、で、何が話してるうちにですね、えー、その核戦争が撃 <laughs> ち合っても、で、あれですよ。都市ごと飛んでいくのを見るんですね。ということが起こります。で、多分ミルドレットもその中で亡くなったであろうと。これは267ページですね。 えー、一度だけ瞬きした瞬間、都市が見えた。空中に爆弾ではなく都市が見えたのだ。両者は一、両者の位置を入れ替わっていたで。広島に原爆落とされた時も、広島城が宙に浮いたっていう目撃情報があるんですね、あれね。広島城の上で炸裂したんですけども。まあなんか、目撃者で言うと広島城が宙に浮いたっていうのを見た人が、ね、結構いるみたいなんですけど。まあそういうことが起こっちゃうんですね。ってことになります。で、この仲間の人たちは何を言ってるかっていうと、まあグレンジャーとかですね。 あ、頭の中に本を丸々一冊記憶してるんですよ。各自が。で、その古典を、まあ、ものとしてでなく記憶として残そうってう運動をしてるんですね。で、258ページ。彼らが確信してるのは、ただ、その静かな眼差しの奥に本が整理、保管されていて、その1ページも、の欠けもない本が、いつの日か綺麗な指の、あるいは汚れた指の客が訪ねて来てくれるのを待ってるということだけだった。ということです。で、さらにグレンジャーが語る、記憶の大切さっていうか、 まあ祖父の思い出を語ります。えー、なぜミルドレッドとはですね、全く会いたいと思わないんだけども、それはなぜなのか、彼女が死んだとしてもし悲しいんじゃな、と思わないんじゃないかと思ってしまうんですけど,どうしてですかってる尋ねたらグレンジャーが言ってくれます。えー、259ページですね。私の祖父は、私が子供の頃亡くなったんだが彫刻家でね、しかも実に心優しい人で世界に惜しみない愛を注いでいた。 街のスラムの掃除を手伝ったりしていたよ。おもちゃを作ってくれたり、あれやこれや数え切れないぐらい色い々なことをして、明け暮れた人生だった。いつも手を使って何かをしてる人だったよ。その祖父が亡くなった時に不意に気がついたんだ。僕はおじいちゃんのために泣いてるんじゃない。おじいちゃんがしてくれたことのために泣いてるんだとね。私が泣いたのは祖父が木を削って何かを作ってくれたり、裏庭で鳩を刈ったり、バイオリンを弾いたり、 祖父流の冗談を言ったりすることは二度とないと思ったからなんだ。祖父はかけがえのない人へ亡くなると同時に祖父がかわい関わっていた活動が全てストップしてしまった。誰も祖父の代わりになれなかった。それだけ重要な人だったんだ。私は未だに祖父の死を克服できずにいる。よく考えるんだよ。祖父が亡くなってしまったせいで、一体どのぐらいの素晴らしい彫刻がこの世に出ることなく終わってしまったのだろう。どのぐらいの冗談がこの世から失われてしまったんだろう。祖父の 手のぬくもりを知らない伝承場とはどれぐらいいるのだろうとね。祖父が、祖父は世界を形作っていた。確かに世界を働きかけていた。えー、世界は祖父が亡くなった晩に一千万の素晴らしい行いを失ってしまったんだよ。モンターグ黙って聞いていた。ミリー、ミリーと彼、彼は呟いた。ミリー、なんだね、僕の妻です。かわいそうなミリー、かわいそうな、かわいそうなミリー。僕は何も覚えてないんです。彼女の手,手のことを考えても何かしているところもまるで浮かんでこない。諦に垂れているのか、 え、膝に乗ってるか、タバコを持ってるか、それしか浮かんでこなくて。ということです。あの、人間の行動を記憶するってことですね。もの、もの化できないっていうか、物として残ってるものよりも、まあ、このインテリたちは気づいたんですよ。まあ、書物として残るのも大切なことなんですけども、記憶することですね。人がしてくれたことっていう、してくれたことって、記憶の中にしかないわけです。まあ、形って形で物として残る場合もあるんですけども、 多くの場合、その人が亡くなってしまうと、その人がしてくれた行為っていうもの、もの化できない行為っていうものも失われちゃうわけですね。えー、彼の活動っていうのは途中でストップしてしまえば、これはあの、ハンナ・アレントも言ってることですけども、人間の条件の中で。活動っていうのはもの化できないものですね。言論活動とか、まあ、ソクラテスがいい例ですけど、ソクラテスって別に自分で喋ったこと、 文字に起こしてない。デジノプラトンが勝手にやった話で、まあ創作の付け加えて勝手にやった話で、本人自身は自分のバイブスですよ。活動によるバイブスが大切だと思ってたから、物化することなんか考えてなかったんですね。答え当てない人というのは、物化することのできないバイブス、その人がいて活動してくることを記憶するってことが一番都市国家にとって重要だと思ってたっていうんですよ。で、それ本として残すのは、 まあ二の次の話ですね。都市国家っていうのは人間の活動の記憶喪失であって、まあそれを文字に残すっていうことは、また二の次の話だと。いうことがその、ハンナーレント人間の条件に書いてあります。まあ確かにね、人間はその、パイドロスに書いたんですよ。ソクラデスが言うのは、文字に残すようになって人間の記憶力が著しく低下したっていうんですよ。だから注意深く生きなくなったと。文字に残ってると思えば、 ま、授業だってノートできないと思えば真剣に聞くわけじゃないですか。ノートに、先生の言ってることをノートにして後で見返せると思えば、あるいは友達が授業に出席しててノートを取ってくれれば、そのノートを見ればいいと思うわけじゃないですか。だけど、ノートを取っちゃいけないとなれば、その場で喋ってることを記憶しなきゃいけない自分がね、自分の記憶力しかものを言わないわけですから、記憶しなければもう頭に入らない。ノートも借りれないんだったら、その場に立ち会わなきゃいけないわけですよ。 で、人との付き合いっていうのはそういうものができない記憶の集積でできてる。誰かが自分に何かを知ってくれた。自分が誰かに何かをした。えー、それはものとして残らない何か。ね。こういうものが実は生きてる中で大切だと。まあこれは本が大切だって話じゃないんですよね。記憶っていうのは何なのかって話で、最終的にグレンジャーたちは、まあ本はなくても自分たちを 記憶を知ってていくってことで、すね263ページ。えー、祖父が言った話ですね。祖父は彫刻家だったローマのステータスクを、現状維持というやつはスかん。現状維持はいかん。と、ある日、私は、に言ったんだ。目には不思議なもの、びっくりするようなものを詰め込み、10秒後には死んでしまうつもりで生きろ。世界を見ろ。世界は工場で作った夢、金を出して買う夢よりもずっと幻想的だぞ。保証だの、安全だの、欲しがるな。世の中にはそんな動物はいない。 まあ、いるとしたら、なけ者の類か、年がら年中、日がない一日、木の枝から逆さまにぶら下がって寝てるだけで一生えるやつだ。そんなものはクそくらい、木を揺すっておくことしてやればいいんだ。うんですね。えー、驚きですね。タウ,タウマゼンという概念があるんですけど、ギリシアの家、ね。驚きってやつですね。古代、あの、そこらですが、驚き、哲学ってのは驚きであると。まあ、驚くよ人は驚くような気の利いたことを言うとか、自分が何か、 現実を観察して驚くってことが哲学にとって一番重要だと思ってたんですね。だから驚かなきゃいけないと。えー、世界を眺めて驚くこと。まあ、文字を読むことより、えー、目には不思議なものをびっくりするのものを詰め込んで、10秒後には死んでしまうように生きろって、この、祖父の彫刻家言う。まあ、これはこう、ギリシア人、古代ギリシア人が哲学に求めてたもんですね。驚き。まあ、そういうことを話してるうちに、 まあ核戦争が起こってみんな吹っ飛んでいったとで。彼らもその爆風で吹き飛ばされてしばらく、えー、倒れ込んでたんですけど起き上がりまして、えー、また生きていこうという話になります。えー、で、272ページ、グレンジャーが、まあ、ベーコン焼いて食事をとるんですけどその後言うんですね。さて上流に向かって出発するとしようか。グレンジャーが言った。 一つ絶対に忘れてはならないことがある。お前は重要ではない。お前は何者でもないという思いだ。いつか我々が携えている荷物が誰かの助けになる日が来るかもしれない。しかしだ、ずっと昔本を手に持っていた時代でさえ、我々は本から得たものをまともに利用してはいなかった。我々は死,を死者を侮辱することばかりに救々としていた。我々より先にこの世を去った哀れな人たちの墓に唾を吐きかけるようなことばかりしていた。 我々は来週、来月、来年と多くの孤独な人々に出会うことになるだろう。彼らは何しているのかと尋ねられたらこう答えればいい。彼らに何をしているかと尋ねられたらこう答えればいい。我々は記憶しているのだと。長い目で見ればそれが結局勝利につながることになる。そしていつの日か十分な量を記憶したら、史上最大のとてつもなく巨大な蒸気ショベルを作って史上最大の墓穴を掘り、えー、そこに戦争を掘り込んで埋めてしまうんだ。 まず鏡工場を作って来年は鏡だけ生産するぞそしてじっくり覗き込むんだっていうんですねえー、まあ本っていうのは人間の記憶力を奪うこれはパイドロスでソクラテスが言ってることですけどそれと一緒で結局ですね自分たちで記憶してなきゃいけないですね、えー、なぜあてないに都市国家を作ったかデモクラシーのそれは人間を記憶するため 人間の偉大さを記憶するためですね。文字に残して記憶するんじゃなくて、人々が語り継いで頭の中に記憶していく、その装置として都市国家があったで。で、人類っていうのも人間の卓越性を記憶するための装置だと。じゃ、じゃなければ猿山に等しいと。猿山は別に猿の偉大さなんてないですから。ただ日々更新されていくだけだとアップデートされて、たまに芋をさらう、洗う猿みたいな、 ものも現れるかもしれないけど、まあその程度ですよね。えー、だけど人間というのは記憶を継承していくっていう力があると。それは本によらずに記憶を継承していかなきゃいけないってことですね。で、えー、また歩き出すんですよ、みんなでね。274ページ、最後のページです。 えー、だが今昼までずっと長い道のりを歩かなければならない男たちがずっと黙りこくっているとしたらそれは考えることが山ほどあるから記憶し続けなければならないことが山ほどあるからだ、えー、昼も近くなって太陽が真上に上り体が温まってきたら多分喋り出すだろうあるいはそれぞれが記憶していることを口に出して言い始めるかもしれないそれがちゃんとそこにあること自分の中に安全に保管されていることを確かめるために モンターグは言葉がゆっくり動き出し、ふつふつと沸騰し始めるのを感じた。自分の番が来たら何が言えるだろうこんな日にこの旅を少しでも楽にできるようなことを何か提供できるだろうか雨が元のよろずのことには木あり、そうだ、こぼすときあり、立つるときあり、そうだ、もだすときあり、当たるときあり、そうだ、こういうのがいい。だが、他にもう何か、何かある、何かあったはずだ。 川の左右に生命の木ありて十二種の実を結び、その実は月ごとに生じ、その実は葉を諸国の民を、その木の葉は諸国の民を癒すなり。そうだ、これを昼までに大事にとっておこう。昼の民、町に着いた時の民。そうですね。最後は、えー、旧約聖書の引用ですね。伝道の書とヨハネの目う釧路具の引用を、 最後に、みんなのために、自分が記憶している言葉をね、喋ろうと思います。これは、まあ、だから、本に書かれていることよりも人間は記,記憶していくことです。頭の中に記憶してそれを人に喋って、誰かの記憶に今度映し替えていく。それをずっと継承し続けることが大切だということで、終わっているということです。えー、ということで、3回にわたってあらすじを大体紹介してきました。 えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。